はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。山根様、翔様、中様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがとう、頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。21日に開催される、河野太郎名誉毀損裁判、第3回口頭弁論、括弧非公開。これ、双方弁護士と裁判官だけであります。に備えた打ち合わせを、東方弁護士と行ってまいりました。原告の河野側がですね、一方的に提訴を取り下げることはできない段階であることを今日知りました。実は提訴取り下げて逃げんじゃねえのかな、法廷に出てこねえって言ってて、ちょっと逃げ押しなとこはありますしね。原告なのに出てこねえの、こちら側の弁護士もそんな名誉毀損裁判見たことねえって、本人出てこねえの、裁判官もそれでどうやって精神的損害を証明するのって、向こう側に質問してたそうですし、逃げられんじゃねえか、一方的に裁判取り下げてね、で心配してました、それだとつまんないから本人法廷に出てこいっていうのをあんまり強くしないでくれって、強く言うと取り下げて逃げられちゃうかな、思って先生にそう言おうかと思ってたんですけれども、もう取り下げられないって、第1回口頭弁論がもう終わっちゃったから、非公開でも数えられんだって、もうすでに裁判は始まってました、公判っていうか公開の場での裁判はまだないんだけど、第1回第2回第3回今度ね、でそれも裁判に数えられるみたいなんですよ、非公開ですけれども。そうなんだ、もう取り下げていいねんって、こちら側の同意なしには取り下げることができない。でこちら側の同意ってことは和解ってことですよね。で私和解する気は絶対ないんで、取り下げで太郎に逃げられることを心配するんで、もう取り下げられない、こちらが同意しないとなかったことにならないということを知りまして、急にですね、河野太郎本人の法廷への出廷を強く要求していただいて言ってまいりました。あとはですね、向こう側の弁護士がこんなことを反論してきてるよ、書類ね4ページぐらいで7項目ぐらいあったかな、それを先生と付け合わせで、読みまして、ここで精神的損害、名誉感情を傷つけられたことを争うが、表現の真実について、その真実ではないと争うつもりはないって書いてあるのに、次の段でこの表現は真実ではないのだからって書いてあるのは矛盾してませんかとかですね、この表現は真実ではないのだから公共の福祉に供するものではないなんて書いてありますけど、おかしくないですか。だってこの表現はって宗教の犬は事実ではないのでって書いてありますけど、河野洋平が筆頭株主であるとか、河野太郎自身も 3.5% の株持っているとか、日本端子、日本端子が中国で3つも会社展開できているっていうのは事実ですよね。で総理候補がよ、中国で儲けてる会社の株持ってるっていうことを皆さんにお知らせするのは公共の福祉で利益ですよね、公共性ありますよね、みんな知りたいですよねって言ったら言っときました、あ弁護士先生に、うんそうだよな、で、あとはどんな矛盾があったかと言いますと、日本大使がウイグル人を雇った事実はないとか反論してるんですけど、私は日本大使がウイグル人雇ったって一言も書いてないんですよ、中国の5社太陽光パネル生産している5社がウイグル人、奴隷労働させてるって書いたんであって、日本大使がウイグル人使ったって一言も書いてないですよ、これ論点ずらししてますよ、っていうようなことを言ってきたりして、まあそんなことですよ、第3回口頭弁論は
21日午後開かれるそうなんですけれども、またその時の結果ね、東方弁護士が書類に報告書でまとめてくれるんで、また進展、向こうの弁護士がこんなこと言ってたとか、そんなことを報告できると思います。裁判官はですね、和解してもらいたいみたいですよ。判決出すのめんどくせえから。あれだって、なんか河野太郎の出廷を恐れていた。そうであります、裁判官な、警備の人数足んねえじゃんみたいな。裁判所にいる警備だけじゃ数足んねえよ、大法廷でも入りきんねえよみたいな、そんな心配したんて。だから和解して判決出さないで済ませたい、なかったことにしたいみたいな、だからね、余計取り下げっていうのを心配してたんですけれども、なんだ、もう第1回口頭弁論が開かれちったから、非公式的ですけどね、もう取り下げできないんだと思って安心しました。河野太郎もう逃げられない。和解もしない。河野太郎が法廷に出てこないで証言しないとなると、こちら側は有利になるんですけれども、別にこっち側は不利になったって構わねえから、河野太郎の呼びつけ、被告のくせに原告を呼びつけるという、そういうことをやろうかと思っております。蓮舫候補を応援するおじいちゃんおばあちゃんたちのどんと小池の意味がわからない。これがごちゃんにスレッド立ってました。老舗まとめサイト、燃えるアジアさんにも取り上げていただきました。ありがとうございます。ドンと小池って意味がわかんないですよね。ドンとの次に来るのは動詞ですからね。世論です。イケイケ蓮舫、小池するなって、わけわからんよね。ゴーゴー蓮舫って書いてありますね、上の方に。無理して英語使わなくてもいいのに。教育の敗北を感じる。見事なまでのパヨジジイ。支援者でわかる蓮舫のヤバさ。なぜ彼らはいつもダサい英語を混ぜるのか。どう見ても共産拡散部で草。小池って動詞なんだ。さすが自称高学歴左翼。安倍の用法と同じだな。ここまで行くと宗教。今はどこかの世界で小池しちゃうのが流行ってるんだろう。オウム真理教みたい。偏差値28だし。パヨじいさんが若者ぶるとこうなる。左翼ってインテリテスンテージャー。だったんじゃ。皆さん感想がひでえ、ケチョンケチョンですね。ノー小池、あるいはノーモア小池じゃないのかっていう指摘が多数でありました。ドンと小池じゃなくてね、時代はドンと小池みたいな。こちらもですね、国葬上メロであるとか、ヘイトスッペチであるとか、サトシヨシレであるとか、立憲ペートナーズと同様の伝説になりそうな予感ですね。ドンと小池。なんでパヨって米軍基地は出ていけとか反米やってんのにね、なんで英語使いたがんだよ。しかもそれが間違ってるってわけわかんないよね。ドヤ顔で掲げてとこ見るとですね、周囲にも指摘する人誰もいなかったんだな。だから周囲もこれおかしいよなって思わなかったんだな、全員が全員。知識の前衛、前進者とか言っちゃってて、インテリ自称しててもこのありさまですよ。偏差値28ってバレたし、やってるしバレたし、共産党の未来真っ暗っすね。議席数を7から4に減らした共産党沖縄県議団の皆さんの言い訳がこちら。しかし県政転覆を狙う自民党は、いきなり物言いが大行なんだよね。県政転覆とか言って、徹底した自民党隠しで裏金問題への批判を交わす一方、本土企業が県内企業締め付けを強めるなど異常な手こ入れで企業団体ぐるみ選挙を展開、自公位で共産党としのシフトも図りました。県政転覆って今までが転覆してたんじゃないの。共産党の方が数、共産党側オールサイクの方が数多かったでしょ。今までが転覆してたのっぺと。世論です。またせ他人の責任ですか。いろんな言い訳考えるものだ。言い訳が情けないとしか。万年被害者定期、へりくつこねても議席は増えないぞ。これも日程支配の陰謀とか言い張ればよかったのに、多席志向極まる。自民のやり方が汚いって言いたいわけ。
妄想と現実の区別がつかなくなってる。共産党はいつも正しく、戦略も間違うことがない設定だから、敵が悪どいことをしてないと負けるわけがないという理論。3人減りましたじゃなくて4人も当選しましたって威張ってたらいいんじゃねえのかな。昭和の共産党はですね、落選したら自己反省自己批判とかしてたらしいが、今はそういうのなくなってですね、相手が卑怯だったからで済ましてるわけですよね。失敗もないから反省も改善もなくて安心しました。これで妙にですね、反省してよ行儀よくなっちったら共産党の消滅が伸びちゃいますもんね。このまま反省なく改善なく滅びていってほしいですね。時代はドンと共産党じゃないですかね。デニー知事が乗っかるオール沖縄の敗因をみんなで考えようっていうスレッドが立っておりました。なんで負けたのか、世論です。これはヘイト。全国的に大人気で力強い支持を得ているはずなのになぜ、皮肉ですか。共産党が7で最大勢力だったよっていうのがおかしいだろう。今までがおかしかった。共産党沖縄は寝とうよ。沖縄県民が現実に目を向け始めた。でもまだジュゴンの加護があるから、オール沖縄かっこオールではない、ゴリゴリの反政府では県民もついてこないよ。都知事選と衆院選で党員が大移動したから、蓮舫の動員に使っちゃって沖縄が手薄になった説。やはり高齢県民さんの自然源が聞いたんじゃないですかね。沖縄に限らずパヨはこれでどこでも微減続けてるし、反転する兆しがないですもんね。ずっと右肩下がりですもんねパヨはね。反転されたら困るんですけど、食糧安保法や8カ国との平坦協定で中国の台湾侵略の危機を肌で感じた人が多かったからとかですかね。日刊現代記事、日テレ24時間テレビの出演者交渉が難航。旧ジャニ問題、セクシー田中さん原作者自殺。日本海テレビ幹部による寄付金横領のイメージダウンで懇意にしていた S 社が日テレと距離を取りたがっている。 S 社っていうのは芸能事務所ね。8年も横領を繰り返し処分も不明瞭でイメージ最悪。24時間に出演させるとタレントのイメージダウンは必至。今はドジャース出禁っていうのも追加になって49ですけどね。日本テレビのイメージが悪くなってる。特に24時間テレビ、募金横領8年もやつっていうのがありましたもんね。世論です。大谷出禁問題で今や49。そもそも見てないし好きにやれよ。日テレだけは見ないようにしている。終わった後にまだ問題が発覚するんだろうな。今年も募金泥棒いるだろうな。今さらやめられまへんという結論に至った。原殺者を自殺させといて何が愛は地球を救うだ。今年はパラリンピックと被るので視聴率は期待できない。まるで降ってきた災難みたいに言うなよ。全部自業自得だろ。8年間も横領を繰り返していたのに最終的に日テレは全ての責任を日本海テレビに押し付け、6月の人事で幹部局員が日本海テレビに移動したが事件の根本的解決にはなっていない。現在も日テレはこの事件に対して記者会見を開かずスルー状態だそうであります。経営陣のですね、俺の任期中だけ持ってくれれば、だんまり決め込んで逃げる気満々なんでしょうね。日本人でもないんだしね。今年は8月31日から9月1日の日程で放送するそうです。クラウドファンディングとか配信者に投げ銭とかが発達した今ね、テレビが募金集める必要がそもそもあるのかと。どうせあれでしょう、ここで集めた金もですね、赤い羽募金とかに丸投げしてコラボみたいな何やってるかわかんないお仲間の団体にですね渡るんでしょ。もうテレビで募金集める必要あんのか。そんなことしなくてもお金集める手段だったら今や結構何でもあるよって話ですね。以下今日の単身、日本政府携帯契約の際の本人確認手段としてマイナンバーカードのチップ読み取りを義務化。
共産党の指示で、中共の指示でマイナカード偽造が横行。目視だけの確認で偽造カードを見逃して他人名義の携帯をゲットして、でそれで詐欺を働くというのが横行。2500件分かっているそうであります。あれーっていうの、河野太郎デジタル大臣は見破れる、目視でとか言ってたよね。偽造は見破れる、目視で。マジでポンコツだよこの人ね。いずれは運転免許での本人確認もやめ、マイナカードに一本化するそうであります。不法滞在者や逃亡犯罪者、保険証の貸し借りやってる連中には大打撃ですね。立憲泉健太代表、我が党は電気代の補助に3000円給付を提案しています。党の活動アピール。菅直人と孫正義が作った再エネ付加税制度のせいで電気代高いんだろうと高速でツッコミが入っておりました。菅直人と枝野幸男でなんとなく太陽光発電電気の買取価格を42円キロワットアワーに設定しちゃったしね。立憲はもう過去の悪行が多すぎて多すぎて、何言っても何やってもブーメランだから、コッパみじんに解体してですね、全員出直し、できれば全員特化するしかないんじゃないのかな。防衛省、ドローンを無効化する車両搭載型のレーザーの実証実験を進めている。レーザーは雨や雪に弱いと聞くがどうなんですかね。ウクライナ VS ロシアの戦いを見た防衛省はですね、ドローンの脅威を認識したってニュースはありましたけれども、今後は対ドローンが戦争の肝になってくるのは確実ですね。巨大戦艦が廃れたように戦争も変わっていくんでしょうね。巨大戦艦は廃れて、もうミサイルの威力が強すぎて当たったら装甲がいくら厚くてももう沈んじゃうから、速度を上げて回避優先という風になってまいりまして、でっかい逮捕されております。みんなで大家さんに業務停止命令。成田空港近くの開発できない土地を投資物件に含めていた件で、運営していた都市総研インベストファンドがコメントできないだそうであります。結構前からあそこ怪しいって動画が複数上がっていたそうであります。最初から詐欺狙ってたんでしょうか。みんなに大家さん、みんなで大家さんに投資している方いらっしゃいませんか。今すぐ解約して、お金返してって言った方がいいかと思います。椎名林檎さん、丸の内サディスティック。これ昨日思い出せなくて、20年ぶりに聞いたら意味不明、書き直したいと激白。椎名林檎さんが丸の内サディスティック。25年ぐらい前の曲なんですけど、意味不明だって今聞いたら、書き直ししたいって言って、そうか、最近のライブで歌ってる動画上がってましたけれども、20年ぶりに聞いたは嘘じゃないのかな。文字で見たら変だけど、歌としてはいいんだからいいんじゃないの。私は好きですよ。なんだっけ、私は好きですよ、ピザ屋の彼女になってみたいとかさ、意味わけわかんないですけどね。というわけで、河野太郎裁判21日にまた進展ありますんで、経過をお知らせいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。